基礎知識編の次は、実際に作る方法について説明します。エディウスで編集したプロジェクトを使って、DVD や、ブルーレイを作るには、大きく分けて、3通りの方法があります。1つ目は、すべてをエディウスで作る方法です。おそらく、この方法を使っている人が、一番多いと思われます。 二つ目は DVD やブルーレイに記録する動画ファイルだけをエディウスで作って最終的なディスク作りは別なソフトに任せる方法です。三つ目はエディウスからは高画質の動画ファイルだけ作成してディスクに書き込むための動画ファイルの変換には別なソフトを使う方法です。ソフトによっては エディウスで行うよりも高画質になる場合もあります。今回のビデオでは、すべてをエディウスで作るものについて説明をします。まず、チャプターが必要な場所にシーケンスマーカーを作ります。もしも、ウィンドウが開いていなかった場合は、表示。 パレットの中にあるマーカーにチェックを入れてください。この時、すでにマーカーが設定されていて、それがチャプターとは関係のないものだった場合は削除しておきます。マーカーを作るにはタイムラインをチャプターが必要な場所に移動して、そこで キーボードの V を押します。消す場合には、先ほどと同じように、右クリックでメニューを選ぶか、または、同じ場所で再び V を押します。ただし、タイムラインの先頭と最後には、打つ必要がありません。では、準備ができたので、ディスク作成のツールを起動しましょう。 起動するときには DVD を作るシーケンスを選んでおいてください。起動方法は2つあります。最初はプレビューウィンドウのこのアイコンです。アイコンをクリックするとウィンドウが出ますのでそこにある DVD、ブルーレイへの出力を選びます。もう一つが プレビューウィンドウのファイルの中にあるエクスポートさらにその中にある DVD、ブルーレイへの出力です内容はどちらも同じですまたタイムライン上にイン点アウト点が設定されているときはその間だけがディスクになりますのでタイムラインすべてをディスクにしたい場合は消しておきましょう さらに、アウト点が、インテンよりも前にある場合は、ディスクを作成することができません。この場合は、アイコンがグレーになっていて、クリックすることができません。ファイル、エキスポートから選ぼうとしても、やはりグレーになっていて、選択することができません。この場合も、インテン、 アウト点は消しておきましょう。クリックするとこのようなウィンドウが現れます。この画面でスタイル選択とメニュー編集の2つはメニューを作るときに必要です。基本設定、ムービー選択、出力はメニューのありなし共通です。 この段階で作るディスクが DVD なのかブルーレイなのかを決めます。もしもプロジェクトが対応していないものの場合はグレーになっていて選択することができません。ブルーレイのディスクを作る場合、コーディックは MPEG または H264 のどちらかを選びます。 本来、H264 は圧縮に時間がかかりますが、インテルの CPU で QSV が使える状態ならば、高速で処理できます。メニューがありかなしかも選びましょう。DVD の場合は、コーディックはエモペグで固定です。メニューがありかなしかだけを選びましょう。 次は、ムービー選択です。これは、ディスクの種類や圧縮率を決めるところです。メディアと書かれている場所の三角マークをクリックすると、ブルーレイの場合は、25GB、50GB、7.5GB から、ディスクの容量を設定します。今回は、 25GB を選択します通常はプロジェクトの長さに応じて自動的にディスクに収まるようにビットレートを計算してくれます自動の場合はビットレートは最大で 24Mbps ですもしもこのようにプロジェクトが長ければ ビットレートも小さくなって圧縮率が上がります。マニュアルで設定することもできますが、その説明は後でします。DVD の場合も同じようにメディアを開きます。DVD は 4.7GB のディスクと 8.5GB のディスクから選べます。今回は 4.7GB を選びます。 DVD のビットレートは自動の場合で最大 8Mbps になります。そして、ブルーレイの時と同じようにプロジェクトの長さに合わせて自動的にビットレートが計算されます。続いて、スタイル選択です。ここも細かい説明は後回しにして、 とりあえず、ディスクが作成できるまでを簡単に説明します。メニューなしの場合は、この項目は無視してください。まず、チャプターが一つの時はチャプターメニューをつけないのチェックボックスを外します。次に、1タイトルなのでタイトルメニューをつけないにチェックを入れます。 一番下にテーマがありますので、それを選ぶと、そのテーマに沿ったタイトルが現れます。その中から気に入ったものを選んでください。次はメニュー編集です。ここもとりあえずディスク作成のための最小限の説明をします。詳しくは後で説明します。 タイトルがシーケンス3になっていますので、これを変更します。シーケンス3の文字をマウスでダブルクリックしてください。すると、修正のためのウィンドウが開きます。ここで文字を修正しましょう。必要ならば、チャプターのところの文字も同じようにして変更します。 チャプターが多くて、1ページに収まりきらない場合は2ページ目を選んでそちらのメニューも変更しますこの時シーケンス3の文字はページごとに変更し直さなくてはなりません最後に出力のページに移動しますここでは DVD ブルーレイともにディスクを入れた後で 作成開始のボタンを押すだけです。これで DVD やブルーレイのディスクを作ることができます。細かい設定もありますが、これも後で説明します。